ヤルダー、または、シャベヤルダーとは、イラン、または、タジキスタン、アフガニスタン、アゼルバイジャン、トルクメニスタンなどペルシアの文化を持つ国々で、祝われる一年で一番長い夜のこと。日本でいう冬至にあたる。ヤルダー自体は誕生という意味。ペルシア語で、チェッテまたは、シャベチェッレとも呼ばれる。古代ペルシア人は、ヤルダーの次の日から太陽が活力を取り戻し、 それを受けて、神の慈悲が増すと考えていた。そのため秋の最後の日、冬の最初の日を、誕生の夜、または太陽の誕生の日と呼び、それを盛大に祝った。そのため、ペルシアのカレンダーで、冬の最初の月をデート呼び、太陽の誕生としていた。デーは、パハラビ語で、アベスターから来ており、神を意味する。デーは、ペルシアの古いカレンダーで、 宗教的な正月であり、ミトラ教からキリスト教にも入り、西暦で1月1日が冬にあるのも、このことから来ている。太陽は、ゾロアスター教で神のシンボルであり、ペルシアの文化で最も大切なエレメントである。ペルシア人は、数百年前からこの日を祝ってきた。やるだ、ザ・ペルシアン・ウィンター・ソルスティス・セレブレーション・イランツー、セレブレイト・ヤルダ。 longest night of the year http://parssea.org スラッシュ ?p=5214 フーズイニーラン、e e、ポルシア。ありがとうございます。